さて、ザ・キャズム、プレイしていきます。このカーペットの下だ。この下に、地下への入り口が。ああ、そうだ。何もないぞ、マーク。殺してやる やはり、お前が犯人か。俺の記憶を利用して、俺とライルが、二人でどっかへ行ったなんて嘘。ここは、車の中。マークにケビンに、それからライルだな、これは。おいマーク。この車、一体どこへ向かってるんだおいおい、こいつ急に何言い出すんだおいケビン。 忘れたのかこいつの記憶のこと。記憶ああ、そうか。そうだったな。思い出した。こいつ、たまに記憶が抜け落ちるんだったな。なんて病気だっけか。確か、一箇所に毛がボー,ボーとか、そんなやつ。一過性全健棒だ。それだ、それ。それでマーク、一体俺をどこへ誘拐しよってんだ。ポケットのメモを見ろ。メモ 四人でマークの別荘へ行く。昨日予定立ったろうつっても、その記憶も飛んじまってるかもしんねえが。いや、そういえばそうだった。それを覚えてるよ。というか四人でこうして集まるなんて、いつ以来だ大学以来じゃないか。社会人になってからは、みんな忙しくなったからな。そういえばエデン、お前、彼女を元気にしてるかそういや、いたな。こいつに似合わねえ、別品の彼女。 名前は確か、エレナだったな。どうなんだ、最近は。どうしたんだよ、浮かない顔して。もしかして列なのかだとしても、ケツは貸してやらないけどな。うーん、下品。アメリカンジョークって感じすんね。エデン。エレナは、エレナはもう、この世にいない。2年前に、交通事故で。 その、悪かった。聞くべきじゃなかった。そうだったのか。それならその、貸してやらないこともないんだぞ。おいよ、よせ、ケビン。少しは空気を読め。話題を変えよう。そうだな。天気の話でも。今日からしばらく、吹雪かないんだろう。ああ、そのはずだ。だが、当てにならねえ。天気予報は裏切りが好きだからな。おいおい。 お前の別荘って、今は確か電波通じねえんだろう遭難なんてごめんなぜ。俺は大丈夫だ。日頃の行いがいいからな。そういつは困った。俺は今朝、飲み終わった缶を道端にポイ捨てちまったよ。拾いには帰んねえぞ。お、見えてきた。俺の別荘だ。カットバッセ。よし、ようやく着いたな。街から随分かかったな。なぜ、電波も通じねえ山奥だから。 早く中に入らせろ。寒くてしょうがね。エデン、鍵を渡すから、お前ら先に入っててくれ。一回西の最初の部屋だ。俺はまだ、下ろさなきゃいけない荷物がある。これが鍵だ。ベレボーン別荘の鍵を手に入れた。アイテムはメニュー画面から使用します。使いたい場所でアイテムを選択すると使用できます。っていうと、鍵は自分で使うタイプかね。 はい。というわけで始まっております。ザ・キャズム。キャズムは、なんか、落ち抜けるだから欠落っていう意味らしいんで。まあ、それは主人公エイデンの記憶がなくなってしまうっていう話だね。で、プロローグは、これかああ、そうそう。このマークっていうのに首を絞められてるところからだから、それは未来の話過去の話それとも、平行世界の話ちょっとそこら辺も気になるね。 全然関係ない記憶が入ってくるとかだったらめちゃめちゃ困るとは思うけど。まあひとまずアイテムはマークから渡された鍵。あ、しまった。連打ができない。パパッと移行してしまうね。まあとりあえずセーブを3番あたりにして、まあ良いセーブなんで、オプションは、あの、まいつものって感じか。ジョージダッシュは、まあいいか。はい。じゃあとりあえず別荘にやっていきます。はぁ斧がある。いいね。斧は好きだよ、私も。てか巻き割りたいな。 先に行っててくれ。はいはい。車は、なんか、道なき道を走ってきたっていう感じだな。電波も通じない。どうした趣味は枯れ木干渉だったのかああ、まあ、そういうのもありますね。なんか、スチームとかで木を眺めるとかさ、石を眺めるゲームとか、いいなって思ってるさ。なんだっけえっ、ー、と、ケビンだっけ鍵がかかっている。マークから渡された鍵を使わないと。はいはい。ああ、で、選択してんのか。 これなんか、ちょっとでもずれたら使えないとかだったら。ああ、なるほど。割とピンポイントで使える場所が限定されるか、謎解きとかがあるんだったら、それで結構詰まる可能性も、なきにしもあらず。さて、別荘にやって参りました。バードウォッチングかいくら待ってもそいつは飛び立たねえぞ <laughs>。ケビンの言い回し割と好きだな。いや、下品だったけど、アメリカンジョーク。どうしたんだ、エデン。そっちじゃないだろう。 えっと、なんだっけ、西側最初の部屋つったっけえっ、ー、と、だから、衣装部屋に行け、あ、違うこれ2階って書いてあるわ。1階の、ああ、休憩室ね。はいはい。じゃあ、そっちには行かないでしょマークが行ったのは西だから反対だろあ止められてしまった。バードウォッチングではないんだね。なるほど。別荘を開けたら、即、鳥がお出迎えと。あ、2階ではない。 こっちの奥も止められちゃうかな最初の部屋って言ってたろまさか記憶飛んでんのかいや <laughs>、なんかそこをいじるべきところじゃないと思うんだ、ケビン。まあ、空気読めてないっていうかデリカシーがないのはそうなのかな、ケビンはな。ああ、じゃあまあ、ここに行くしかないのか。この部屋って普段の部屋では気のせいかあのカーペットめくってたところ。おう、マーク。早かったな。 大した荷物じゃなかったからな。外ほどじゃないが、中も十分寒いな。見ろ。あそこに暖炉がある。エデン、悪いが暖炉に火を起こしてくれないか火を起こすって、どうやってだもう火を起こせってことだよな。薪が外のどっかにあるはずだ。探してくれ。ライリーとケビンは掃除を頼む。それで、あんたは何をするんだい監督さん。俺はいろいろと点検して回らないといけない。ってことで、よろしく頼んだ。 別荘に、久しぶりに来たのかな管理とかしてないってなると、電気とかどうすんだろうね。お家えで、早く薪を取ってこいよ。わかった。探索してからな。土壇の中は空だ。絵画が飾られておる。暖炉は、日課希望はない。日課希望終わったら、もうほぼ勝ちだもんな。3時か。結構時間経ってんね。もう今日はもうみんなでトランプやるくらいしか時間ないわ。薪は外のどっかって、はいはいはい。 引き出しの中は空っぽ。こっちは何の部屋だったっけ薪は確か外にあるって言ってたな外に、ああ、外に来ました。斧が刺さっている。この斧でそこら辺の木を。まあ、ここら辺の木切ってもすぐには燃えないよな。乾燥させないといかんから。こっちは外に置いてあるって言ったな外に、はいはい。まあ、とりあえず外に行きましょうか。外に、 なんだこいつ <laughs> なんだこいつ ?2 と書いてある ?2、2ですかこっちの大図はさあ、2、ん1番だっぴーってことか。これはなんだろうな。ああ、ヒントか。ああ、なるほどなるほど。ビュンビュンとかと戦いになんなくてよかったわ。ビュンビュンはこんなグラフィックだったっけ外って言ってたから2階じゃないな。2階ではない。じゃあまあ、外ですよね。おの。車に乗ってみんなを置いて帰る。 それも、ありかもしれん。いや、なんか、木に 17?17 17と書かれている。なるほど、なるほど。管理人やっぱいいのかね。薪、あれっぽいよな。あれは、中から出られんのかな。あ、さっきの斧ってこっから見えるあれか。ああ、じゃあ、右の方から、左の方から出られそうだな。こっちは、そこの扉も一応調べていいかいああ、ここもいけないか。 多分右のあの扉だと思うから、こっちに行くしかないか。ダイヤル式の鍵がかかっている。開けるには4桁。<laughs> おい、マークそういうのを先に教えてくれよ。忘れてんのかな、監督。あー、2173、OK。231番なっぺいに、切り株、切り株ではないのか。だから、217、えー。21 いやあ、今日も完璧な記憶力を見せちまったぜ。では、薪をゲット。薪っていうのはこれのことだな。木材を手に入れた薪さんでございますね。えー、外に置かれていた木材。じゃあ、とりあえずこれを持って暖炉にぶち込めばいいわけか。せっかくなら薪割りをしたかったところではあるんだけど。まあ、もう乾燥してあるからね。薪は、これも使わなきゃいけない使い。 この文字はデカすぎるな。ああ、そのために斧があるんだね。なるほど、なるほど。ま、あ確かに薪ではなく木材だからね。これじゃ何か建築をしてしまうことになるから、ここも使うってこと。ああ、はいはい。いいなあ。薪割りってしてみたいんだけど、皆さんは薪割りってしたことあるかね 私はそもそも斧に触ったこと自体が2、3回しかないからな。それもちょっと薪ではなくって別の、まあなんていうか、木を切り倒す。まあそっちも稽古な体験ではあると思うんだが。だからな。薪を暖炉に入れた。暖炉に入れて。薪を入れてくれたか。ああ、それでどうやって火をつければいい <laughs> マークどっかで見てたんかな ?1 階のどっかに、マッチがあるはずだ。 悪いがそれも、<laughs> おい、持ち主、そういうの用意しといてくれ。了解だ。誰かタバコ吸ってる人とかもいそうな気はするんだがな、こんだけいりゃ。早くマッチ取ってこいよ。<laughs> ああ、わかったよ。一回東のどっかの部屋にあるっつってたな。東ってと右側だよな。はん一体どういうことだよ。なんでケビンが死んでるんだお前このタイ、ああ、記憶飛んだんか。 一体何があったんだよ説明してくれ。まさか、もう一度説明することになるとはな。俺はケビンに、調理器具を探してくれ、と頼んだんだ。だが、なかなか帰ってこないから、様子を見に行った。持ち主、調理器具とかどこあんのか把握してないのかそしたらこの有様ささ。そんな、一体誰か。わからないが、ここには俺たち以外、いないはずだ。どうしたんだ、ライル。 さっきから黙り込んで。実は、見たんだ。見たって、何を。廊下の掃除中に、不審な人影を見たんだ。なんだってカー俺たち以外に、ここに誰かいるってのか本当に見たんだな。わからない、一瞬だったから。いや、間違いねえ、犯人はそいつだ。俺たちの中に、ケビンを殺すような奴はいないはずだ。 そうだな。俺たちの中に犯人がいるはずがねえ。なお、プロローグ。殺人鬼がぶらついてるなら、ここに残る理由はねえぞ。今すぐ街に帰るべきだろう。いや、それは無理だ。無理って、なんでだ,だ外を見てみろ。外な、吹雪いてやがる。ああ、ケビンの行いが悪いから。しかもすげえ勢いだ。この吹雪の中、 外に出るのは自殺行為だな。じゃあどうするんだケビンが殺した殺人鬼と仲良く晩餐でもするのか屋敷を調べよう。犯人を探すんだ。ライルお前正気かよ。相手は殺人鬼なんだぜ。ケビンを殺した奴が憎くないのかこのまま逃げられていいのか今ならまだそう遠くには行ってないはずだ。俺たちで 探し出せる。そうだな。俺もライルに賛成だ。どうせ吹雪だ。犯人も外へ出られねえはずだ。チャンスは今しかねえ。そうだな。悪かった。逃げ腰だったよ。俺たちで犯人を探そう。ああ、信頼関係あるんだな。警備員、お前の下品な軽口がもう聞けないのか。割と普通に寂しいな。 心臓で銃で貫かれて、一撃か銃の扱いに長けているか、至近距離だったか。これが、ケビンの拳銃なんだ。え、ケビン拳銃持ってきてたのまあ、そういう社会もあるか。狂気はケビンの拳銃か。あ、拳銃を奪われて殺されたんだろう。引き出しの中は体。うーん。まあ、なんというか、ミステリーの定番ではあるかな。クローズサークル。 縄がある。壁に亀裂が入ってる。壁の奥に何かありそうだな。これは、まあ、なんか、あれか、トングか何かを使って、たぐり寄せるんかね。こんなとこになんでロープ縄があるんだ。ここは何拷問部屋か何かおい、マーク何の施設なんだここは。いや、別荘か。ダウンボール。そもそもここは何の部屋なんだここは、どこなんだ <laughs> 開かない。開かないね。 とりあえず一旦セールしとくか。いい4番でございます。おいお前、この吹雪の中外に出るつもりかあ、もう薪にも、斧にも合えないのかそれは寂しいね。ああ、ここは、図書室。ファンタジー小説、自己啓発。えー、っと、これは本棚で、ジャンルはまとまってる感じか。はいはい。歴史の本。一冊分抜けがある。 これ何か入れると本棚動くタイプですかね。ま、あ確かに動きそうな幅はありますけど。推理小説。宗教関係。恋愛小説。これ全部マークが集めたのかな <noise> ここは開かない。ダイヤル式の鍵。開けるには数字が必要だ。おい、マーク、お前知らないのかま、あ知らないんだろうな。マークだしな。はいはい。とりあえず0から9まで。 まあ、これも、まあ、000から999までやるのはありっちゃありだろうけど。3、これ、まあ、使わないでしょうね、さすがにね。ここは何なんだ暗くて何も見えないな。ああ、明かりが必要だ。はいはい、ランタンか何かが必要ってことね。まあ、定番、マッチ、マッチって取りに来たんだよな。マッチ手に入ったのかわからん。えー、っと、そこは地下室の入り口か。 で、さっきケビンが死んでいたのは、き部屋。空き部屋なのか。空き部屋なのか <laughs> やっぱゴム部屋か何かですよね、あれね。はいはい。えー、っと、とりあえず2階はまず行かないで、1階を攻めたいと思います。えー、っと、あ、暖炉に被害ついてる。じゃあ、マッチは無事に手に入れたけど、全部使い切ったんか。これで松明でも使って、あ、まあま、松明に使う、 なんかこう、木材的なやつとかも外にあるのか、出られないかな勢いよく燃え盛っている。エデン、暖炉の奥に何か見えないか本当だ、何かあるな。だが、自分の腕がバーベキューはごめんだ。<laughs> 言い回しがなんかいちいちオシャレだよね。ジョークがいいよね。こういうのは結構好きなんだ。引き出しの中は体。うん。ケビンも言い回し上手かったけど、明らかに下品というかデリカシーなかったから 棚には食器類が並んでいる。食器類。三時。三時か。さっき、殺人始まる前って何時だったっけ三時ぐらいだった。あ、確か三時だ。じゃあ時間は進んでないのか時計が壊れてんのか。引き出しの中に紙が入っている。紙か。これはエントランスのあたりかな。左の方。ケ、OK、ー。まだ行ってないけど、 左上の方をとりあえず、まあ、調べてみろっつったな。コンロー。食材は、ああ、まあ、食料があるんだったら、大丈夫か。まあ、電気が止まっても、外は、吹雪とかだから、食材が腐るっていうのも、そんなすぐに起きないかな。ここは、世界一の愛。100カラットのダイヤ。幸運のクロバ銀の草原。 ほう。台の上に図鑑がある。図鑑。はい、図鑑を手に入れました。これは図書室のあの、空いてるとこかな。緑色の図鑑は使えない。これ、何の絵なんだろう。芸術鑑賞部屋ちょっと見てみるか。鍵がかかってる。こっちは何もなし。さて、じゃあ2階に行く前にとりあえず溶けるものは解いておこうか。図書室に行って、 で、都市室どっちだっけ右の方か。ああ、こっちは、3桁のパスワードが必要。ここに、じゃあ、アイテムを突っ込んで、ぬるーっと。いやー、マーク。お前、いいセンスしてるよ。でも、こんだけさ、なんか力を入れて建てた別荘。いや、買い取っただけなのかなにあんま来てないからな。ダイヤ。 クラブ、スペード、ハート。これはまあトランプかね。うなれオッケー。じゃあとりあえずこれをどっかで見かけたら、と思ったけど。ダイヤか。100カラットのダイヤ。あと何があったっけ銀の双剣。双剣双剣は別にスートにはならんだろう。わからん。わからんけれども。 ちょっと考えてみるか。その前にあの芸術鑑賞部屋が何者なのか調べていいですかあ、絵画室でしたね。まあ、あ確かに絵画はありましたけど、金、余ってんだろうな。<laughs> すごく高そうだよ、この別荘。愛、愛か。愛はハートと見るべきかはい、はい、はい。100カラットのダイヤ。これは多分ドンピシャだろうね。だから、計算式で言うと、100×、 あ、クローバーがあるか。クローバー、クローバーって、4でいいのかさすがに無理があるか。幸運のクローバーっツたと四つ葉ですよね。銀の双剣は別にスートにはなんないよな。まあ、かろうじて言うならスペードか、か ?100×4 足すことの双剣だから、2? ハートだよね、これ、ね。世界一の愛。これは1か。だとすると、えっと、100×4 で400、総剣の2で1じゃない、2で、それ足す1だから403。3桁のパスワードになる気もするけど、さすがにちょっと無理やりが過ぎるかなと思うんではない。これでダメだったら、ちょっと考えの後回しにして、先に2階の探索に行きましょうか。 別のヒントがあるかもしんないからね。えー、っと、400の3。合ってるー <laughs> そ、そっか。スペードは剣足りうるのか。茶色のソファーだ。まあそうですね、川張りの。立派な柱時計だ。大きなノッポの,の絵画が飾られている。この絵画外せそうだな。なんで外すんですか ああ、なんかある。なんかあるけど。なんかあるけど、特別調べらんないか。鹿の頭。その角あたりがなんか仕掛けにレバーになったりしてない別に調べらんないんだよな。アイテムもなしだし。なしだし、なしだし。なしだし。空いたけど特に何もないな。まあ、いっか。いいのか。本当に何もない。本当にまあ、ひとまずいっか。 何かありそうだけど何もないから、まあ、うん。先に探索を全部終えてからにするか。考えるのをね。一旦わかんなきゃ。で、さっきのバツ印だから、ここら辺ああ、覗きます。ソファーの下に何かある。手じゃ届かねえな。仕方ね。出すか。ボロン。2階は、正面はいけない。ここは何の部屋なんだろう。これは外せない。 じゃあ、東から攻めて行きましょう。ここは、開く。これは、なんだろうなぁ。ダボベット。客間、寝室吹雪いておる。金庫だ。開けるには5、5桁、5桁かぁ。これはさすがにまだヒントないよね。とりあえず一旦スルーで。はい。まあ、ここには金庫がありましたよっていうのを覚えられたら覚えます。 でも多分覚えられない。ここは鍵かかってる。これは、引き出し、ネジが外れていて鏡が傾いている。あ、これ傾いてんのこういうデザインの何かあれじゃないのか額縁とかじゃなくて。鏡なんだね、しかもね。洗面台だ。洗面台。ここは、何の部屋なんだトイレでもないし、風呂場でもないけど、洗面台だけある部屋か。 なんていう、ジャンルなんだ、この部屋は。ジャンルと言うべきなのかどうかわかんないが。3時ね。お、鍵へと。いいね。浴室の鍵、浴室の鍵、浴室はどこだろうね。2階とか、場所は書いてないか。まあ、マップを見ればいいから。ひとまずは持っているだけ。空いてないところでいろいろ試すか。まずはここ。ここで。 ああ、使えないっすね。はいはい。ここは開くのかあ、今のが脱衣所で、脱衣所からでも扉出るようなところに浴室あるかああ、使えないね。ここではなし。なし寄りのなしで西側行く前にセーブオーバー。はい、いい感じです。ここはここは何の部屋だ <laughs> 倉庫みたいな。段ボール。 いくつか服がかかってる。ここを調べる必要はなし。なし。n o t h i n g n o t h i n g なんか意味のある部屋だったんだろうか。ここは鍵がかかってる。浴室だったわ。浴室か。浴室2階か。ここは浴室だね。うん。トイレ、レストルーム。 タオルがかけられている。タオルを持っていきましょうか。タオルーお湯が張られている。ああ。お湯はガス巻きまさにガスだね。これは先に余裕を張っていたのか余裕湯張って鍵閉めてたのかマークはちょっとやり方がよくわかんないな。ダーツのマット。ダーツの矢がある。ダーツ持ってくの あーダーツの旅する第一村人発見する第一村人発見、<laughs> 屋敷内でしたらそいつが犯人なんだよな。ああ、球も持って行きます。球球は凶器になりますかビリヤード。いいね。てか、ビリヤード台二つなのに球一つなんだ。どっか倉庫とかにあるのかもね。ああ、やりたかったなー。ケビンとかと。あいつ無駄にビリヤードとかうまそう。 木の板でドアが塞がれている。ということはこれを外して板毛をするんですね。いやー楽しみにしときますよ。球を取ったから防芸ができますね。えー、っと、これで、何か、何か。結構いろいろ入ったな。球とダーツの矢とタオルで、何をしようというのかね。あーま、球はここか。球はここで使うか。あーいけんね。鍵、また鍵かよ。 いや、いっぱい手に入るのは嬉しいけどね。えっ、ー、と、ピアノ室。まず、板のところは、屋根裏に行くのか。東側って板を打ち付けてあったっけちょっと覚えてないっすね。えっ、ー、と、ごめんね。今、何の鍵を取ったんだっけピアノ室ピアノ室音楽室的な。ああ、ピアノ室だったわ。1階の左上か。ここは、調べたっけ まあ、鍵かかってたしな。まあ、入ってるわけもないし。ピアノ室のカーディ開けましたよと。ピアノを、ピアノで。壁が汚れ、ああそのためにタオルがあるんですよ。タオルを濡らす必要があるの。濡らす必要。濡らす必要か。ああ。まあ、一応、そこにキッチンが近くにありますんで、水はさすがに出るよね。なかったら、ちょっとドア開けて、外の勇気でなんとか。 えっと、タオルを、使え、ないと。なるほどね。ここか。わざわざ、ここで濡らす必要もないのでは。そこら辺結構、蛇口なりなんなりあるからな。まあ、それを言うのも、やばか。じゃあ、とりあえず、このタオルを持ってして、 壁の汚れを取りましょう。ここで何が何なんだったかえー、濡れタオル。えー、壁を拭きましょう。壁の汚れを拭いた。五千符だね。まあ、ピアノもあるし。うーん。<laughs> えっと、こいつはまあ、また、いつものように iPhone がうならしゃい。オッケー,、えー。じゃあ、うなってくれまして。で、楽譜を使うとこと言えば、まあ、ここですよね。 これ自分で必要あるのかなあ、自分で弾く必要ありそうですね。弾く必要がありそうなんで、ちょっとこれをドレミファソラストに直しますが、私これパッとわかんないんで、ちょっとカットすると思いますね。最初はドだね。ドレミファソ。ドソ、うんたらかんたら。はいはい。えー、っと、ドは A。えー、っと、続いてソが G。 えー、みはで、レが S、ラが H、えー、しが J、ファが F。おい、マーク、なんなんだよ、この別荘は。すごいワクワクするんじゃん。殺人事件が起きなかったらな。 いや、そういう意味ではドキドキしてるからいいんだけど。天井から階段が降りてきた。すごい仕掛けだな。ああ、驚いたよ。<laughs> マークは何も言わんと。いや、多分自慢したかったんだろうな、殺人事件が起きなかったら。ただ、プロローグを見る限り犯人マークなんだよな。いや、それもわかんないんだけどね。なんか、エイデンの記憶が飛んでしまう、亡くなってしまうっていうのがすごいワイルドカードでさ、どうとでも物語は、ねえ、できそうだから解釈。 工具室工具室ですか工具室って、そういう名前の部屋ってなかなか聞かないよな。ま、アメリカとかだとなんかこう、ガレージみたいなところにさ、工具とかをまとめてそうな気がするんだよ工具室はあったわ。東側だね。はい、すぐそこでございますか。ここが工具室。はいはい。工具室に来て、 来て、来てからのカラフルな工具。ダイヤル式。またダイヤルかよえー、4桁と。いいね、私。ダイヤル4桁回したくて回したくて仕方がないからさ。シャックンシャックンしかも前詰めてんな、これな。すごい拡散するタイプ。エルフが落ちている。エルフ、ちょっとね。な、なんでエルフになったナイフ。ちょっとね、なんかちょっとファンタジーになっちゃったね頭ね。 えー、持っていく。持っていく持って帰ろう。ナイフ。ゴミ箱だ。やばいな。本当に頭エルフになったの一瞬な。マジで自分でも意味がわからんわ。4619730825。これは、あー、2×5 ですね。これは本棚だな本棚の、色、とこの数字が割り当たってる ここの棚は、ちょっとドットじゃわかりにくいんですけど、多分赤、白、緑、黒かなわかんないけど。<laughs> とりあえずメモしていきますね。えっ、ー、と、赤は一番の左下。だから、ちょっと私のフリクションがうなるわけで。えー、2ですね。2の、ちょっとメモがなんかやたら遠いな。えっ、ー、と、続いて白は、えっ、ー、と、左下から2番目。 これは0ですね。はい。で、続いては、多分、緑かなは、右の方、下から2番目。8。はい。で、次は、黒かなえっと、右上か。6。はいはいはい。えっと、2086。2086で、2086で、8。 6で、OK です。2 0 8 1マル八一開きました。ドライバーが入っています。ドライバーは持っていきましょうかね。ドライバードライバーはいろいろと便利で情熱的な使い方ができそうだけど。え、これ、 一番右って何の色なんだ一ってどれ一は左のン上から二番目。紫ごめんなさいね。ちょっと私のディスプレイでは色合い的に紫には見えないんですけど。まあ皆さんは見えてるかもしんない。まあ、さすがに前三つは確定だから。まあ、細けいことはいいんだよ。さて、ドライバーの使い道です。えっと、今のところドライバーが使えそうなのは、 ここの鉄板のところか、上の鏡かな。あ、ここだ。ドライバーってもしかして折れたあ、ドライバー折れましたね。もう一本ドライバー取って鏡を直さんといかんか。中に何かある。はい。バールやったーバールだーバール取ったらもう勝ち格でしょう。バールってヒカキボルグ的なことできるかな暖炉の火も消す、いや、消せないけど、手繰り寄せるぐらいはできるか。 少し古くなってるって言うとバールは折れるんでしょうね。そもそもダーツの矢って何に使うんだろうこれ犯人を追い詰めるためか。ナイフもそうだよなナイフで何を使うのだか。バール、バールか。とりあえず暖炉のところで、ヒカキ暴走との扱いをしてみるか。てかなんでさあんなバールさ5章大事にあんなところに隠して取っておいたのこれなんか競技で使われたんじゃないの過去の事件とかで、ね、あー、ダメですね。 だとすると、バールを使うのは、あそこしか、ない、よな。ちょっと操作がおぼつかないけれども。もうさ、ちょっと痛げしたくてしたくて、私も手が震えててさ、さっきから。痛げしたくて、まあ、フリーゲームやってるとこありますし。木の板を外した。外した木の板があって、それは手に入らないと。なるほど。痛げ。 ならず。こっちは屋根裏に出るんだったっけ確か。屋根裏と、あ、斧斧お2号。斧のスペアなんでこんなところに <laughs>、すごい大事なとこ置いてんね。あの時に何か引っ掛けられないかああ、マーク。マークさんお前ここ持ち主だろうん。壊れたはしごがあるね。で、上には斧どうにかしてに上に登る方法はないものか。 上に登る方法か。って言うと、やっぱ、肩車だよね。二人が肩車して、その上をこう、登っていくと。いや、ケビンがいたら、ケビン一番下にしたんだけどな。で、こっちは板が打ち付けられていない方に通じるわけだが。あ、打ち鍵なのか。はぁ、あ、屋根裏に通ずる鍵をなくして、完全に封印されしエグゾディアだったよね、屋根裏ね。 どうすんだろうさて、えっと、上に行くには、はしご、台か何かを見つけるか、もしくは、あの、鍵付きロープをね、手に入れるしかないわけなんだけど。さて、どうすっぺか。忘れてたよ。鍵は付いてないけど、拷問用に使ってる縄があったね。縄を切った。縄を切ったー。 これをじゃあ、3メートル結構あったね。犯人拘束用に使えなくもないかなとは思うんだけど、これをじゃあさっきあれだ、マークが見つけてくれた突起部分っていうのに、うまく引っ掛けられるかしらねまあきっと、エイデンならいけると、私は信じているよ。さて、えっ、ー、と、ここで縄を使っていけるんだ。まあ100回ぐらいやったらいけるよね。 え、時に縄をかけた。縄をかけて登ったり登らなかったり。斧がかけられている。ああな。やった。斧を手に入れたって。いや、でもバールもあんま役に立たなかったからな。いや、役に立ってんだけど。赤い斧は好きですかうん、大好きさ。もう赤い斧が好きでさ、ちょっとゲームやってるとこあるし。飛び降りることはできないんだ。あ。本になっちゃった。なっちゃったからには、ね。ああ、よかった。柵に戻った。 これまたいけるあ,あ、いけるいけるいける。本人になっちゃった。さて、斧、斧ですね。てか、斧を手に入れて何すんのかっていうのは全然 <laughs> 浮かばないんだけど、え、これで皆さんにはダーツの矢とナイフと斧で殺し合いをしてもらいますって。意外とダーツの矢が最強かもしれんな。やっぱ、リーチって大事よ。こいつに使う違うか。また忘れてた。こんなところにそういえば亀裂ありましたね。 斧で壁を <laughs>、随分綺麗に壊しましたね。これはもうハンター試験一時通過待ったなしですよ。で、隠し部屋か。いや、いいセンスしすぎでしょう、これ設計した人。鍵だ。鍵は大好きだよ。食堂の鍵、食堂の鍵か。食堂ね。まあ、そもそも外から鍵かかってるところに犯人が立てこ持ってるともちょっと思えないんだけど。 食堂って言ったら多分ここだよなぁ。えー、っと、食堂の鍵。鍵を開けた。開けました。私開けましたわ。開けましておめでとうございます。絵画。絵画。外はふぶいている。ふぶいている。ふぶいている。バケツがある。バケツを持っていきます。ああ、バケツゲット。 これで今度こそ暖炉の火が消せるとみていいだろうか。ぶっちゃけ濡れタオルか何かもう一回再利用してさ、暖炉の火消すってできるんじゃないかな。てか、どっかしらキッチンとか行けば、まあいいや、野暮だよね。やっぱ火消すんだったらそれもバケツだよね。ちょうどまだ3人いるしバケツリレーしてさ、このままね、あの休憩室だっけ、あそこにね、行って暖炉の火を消すってのもありかもしれん。 じわ暖炉の奥に何かある。手を入れて、寝室2。寝室2は、寝室2はどこだ寝室系は2階かな寝室2は、ああ、そこまだ空いてないんだっけどこがまだ空いてないのかとかも。ちょっと覚えてないんですけど、なんやかんや1時間ぐらいこう彷徨ってるんで。鍵を開けた。 音が並んでいる。1時間はまだ全然経ってないわ。45、6分ってとこだね。戸棚の中にライターオイルが入っている。持っていきます。ライターオイル。何かを燃やすか。ライター、ライターか。さて、えー、っと、ナイフ。あれナイフ君まだ生きてる。ロープ切って終わりじゃないこれは、やはり、熊を引き裂かねばならんのか。 心が苦しいね。あとダーツの矢どこで使うんだよ。ライターオイルうーん。悩ましいね。さて、あとは、どうすってか。えー、っとね、すいません。ここね、ヒント見た。そういえばこれをすっかり忘れていたんですけど、ネジないじゃんと思ったら、そのネジをダーツの矢で代用するっぽい。ははは。 これは浮かばんかったなぁ。っていうかすぐに外れそう。で、傾きを直して何になるのさって話で。鏡を見る。んいや、なかなか男前じゃないか。壁に何か書いてあるな壁に。数字が。<laughs> いや、それはさあもっとさもっと視野を広く持ってくれよ、エイデン。マーク、そして。 なんだっけそして、ここか。金庫のありかをすっかり忘れて、屋敷、一周回ってしまった。隣の部屋だったんだけどね。隣でもないか。えー、98153と。いやー、やおく、ロ0 0 0 0から99999を試すとこだったよ。ライターが入ってる。ライターライターを取って、あー、ライターオイル。で、これで地下に行けるか。 さてさて。こればっかりは勝手に使ってくれると思うんだが。おい、エイデン、ライターで照らせ。ああ。なんかマークさ、ちょっと上から目線っていうか指示出しっぱだよね。いや、そういうフラストレーションが溜まってたね。ここにもいないか。ライル、本当に見たのかおい、ライル。なんか隠してんよね、ライルね。 最初、ケビンが死んだところでもなんか、ちょっと変な間があったし。ああ、えっと、なんて言ったんだ。本当に怪しい奴を見たのかって聞いたんだ。ああ、多分見間違いではないと思うんだが。もし犯人が屋敷にいないってなると、この、吹雪の中外に逃げたってことになるな。ああ、そうなるな。だとしたら、今頃凍ってるだろうが。と、とにかく、一旦戻ろう。ああ、そうだな。 これで、じゃあ大体探索できたっていうことか。てか、マークって、ごめんね、何度も言うけど、マスターキーとか持ってないのかな。とりあえず買い取ったけど、そんなに来てなかったっていうパターンか。それもあるね。あ、飛んだ。おい、ライル。お前、またか。もう死んでるよ。嘘だろう。犯人は、屋敷にいたんじゃなかったのか。 さあな、どうだか。地下室を出た後、一体何があったんだあの後、お前とライルで、二人で、どっか行ったんだよ。ライルが二人で話があるって言って、俺を置いてどっかにな。お前、何か見てないのかつっても、記憶が飛んでるんなったな。エーデン、実はもう一つ、地下への入り口があるんだ。 カーペットの下にかい地下への入り口ああ。もしかしたら犯人はそこにいるかもしれない。ついてこい。んポケットに何か犯人は安。これは自分が残したのか、それともライルが残したのか。壁にあ、頭を壁に強く打ち付けられて死んでいる。そうか。 そこだよね。ケビンの銃って、使い回しはしないんだな。一発しか入ってなかったか前段ケビンとこれ打ち尽くしたか。このカーペットの下だ。この下に、地下への入り口がああ、そうだ。何もないぞ、マーク。殺してやる やはりお前が犯人か。俺の記憶を利用して、俺とライルが二人でどっか行ったなんて嘘を。え<っ>はあ、はあ、はあ、違う。犯人はお前だろう。はお前は一体何を言ってケビンと何か口論になって。 その弾みで殺したんだろう。マッチは一体、どこにあるんだ <noise> おいエーデン、まだマッチは見つからないのかお前は何しに来たんだマークのやつに、調理器具を探せって言われたな。そうか。それにしても、気の毒だったな、エーナのこと。まさか、記憶だけじゃなくて、エレナまで消えちまうとはな。 いや、それはさすがに。なんだとお前今なんて言った今のセリフ、もう一遍言ってみろ。お、落ち着けよ。俺はただお前を慰めてやろうと。ふざけるなよ。二度と口が聞けないようにしてやろうか。おいやい,いで、落ち着けって。おい、よせ。はあ、はあ に血がそして、それに気づいた、ライルも手にかけた。それでライル、話ってなんだエーデン、時間が経って、少しは冷静になったか何の話だケビンを殺した犯人は、君だろう 何の状態だ、ライル。君の靴。右足のつま先が黒くなっている。時間が経って黒く変色したんだろう。君は赤い靴を履いていたから、屋敷を調べる前はまだ半信半疑だったんだが。エーデン、自首をしてくれ。おいエーデン、一体何を おい、やめろ、エーデン。エーデンはあ、はあ。違う。犯人は、お前のはずだ。どうやら本当に、やってないと思い込んでるらしいな。自分の罪が、そんなに怖いか。だが、お前は覚えてるはずだ。黙れ。お前は、俺の記憶を利用してるだけだ。 記憶、か。随分と都合のいいタイミングで記憶が飛ぶもんだな。黙れ。それにお前、いつの間に上着を着替えたんだ。黙れと言ったはずだ。おい、やめろ。エーデン。エーデン。